バタでーす。今日はね、この動画ね、まるまるを行ってみたですのでね、今日はね、今日行ってみたのはこれだ。そう、今回はね、フェニックス仮面のことをね、行ってみました、ね。まあ正体はね、まあ僕はね、正体は誰かがさ、ちょっと分かったもんね。今日はまあちょっとね、言わないけどもね、まあね、ちょっと ね、まあ言わんように、まあ言わないようにとね、したいと思います。僕はちょっと分かったけどな。じゃあね、フェニックス仮面を行ってみました。ではどうぞ。もその前に、もしよければチャンネル登録と通知オンをしてください。まあ通知オンとチャンネル登録を一緒にすると、いち早く僕のチャンネルの動画が早く見られます。まあね、各動画でね、終了画面またはね、画面の右下にある登録ボタンを押して、チャンネル登録と通知オンをしてください。バタのチャンネルの SNS もやっています。Twitter、Facebook、Instagram をやっていてね、ついでに登録するとね、新しい動画 の公開する前に告知で報告するもんでね、それもね、SNS をもう登録してください。もしよければね。まあね、SMS は各動画のね、説明欄にリンクを貼っていますのでね、ぜひ確認してください。もしこの動画が良ければね、グッドボタン高評価を押してください。お願いします。さあ、そうそう、その前にさ、ね、ちょっとね、初めて、この、バタのチャンネルで初めて、なんですかね、ちょっとね、スペシャルゲストを、ね、紹介していきたいと思います。スペシャルゲストはね、この人だ！はーい！デザイナーズ7！いや、今デザイナーズ10だろ。あ、間違えた！デザイナーズ2010の、ね、スイートハニーの七星愛だです。まあフェニックス仮面のことについて語りたいもんで、でよし、バタさんお願いします。デザイナーズ10の一人でもあるね、のスイートハニーにをでのコーデをデザインをしているね、七星アイラにゲストとして来ていました。まあなぜかというとね、フェニックス仮面のね、中の人、いや正体のことでね、正体なんですがね、のね、唯一知ってる人でもあります。まあ人の友達でもありますね。まあ人とっていうとさ、ちょっと待って、言うとさ、あ、ちょっとまだ見せれんな。まあね、ちょっとね、また言っておきたいと、まあ最後ちょっとね、人のことを言っておきたいと思いますからね、七星愛田さんと一緒にね。じゃあとりあえずね、フェニックス仮面どんな
やつかね、行ってみたいと思います。まあちょっとこの写真はね、僕のねテレビから撮ったやつでもあってね、まあねハードディスクに撮ったものをね、一応ね撮っていきましたね。うん、まあね、フェニックス仮面はね、まあキラッとプリちゃんのね10月6日今週放送したやつでね、うん、まあね、で突如現れたね謎のね女の人でもあります。まあちょっとね頭よく見るとね、なんか見覚えがある人だなと思っていますね。うん、しかもねフェニックス仮面はね、うん、あ、フェニックス仮面リンゴ出してな、あ、食べようとしとるけどね、でこのリンゴがジュエルパクトになりました。まあね、これフェニックス仮面がね、まあね、謎のねプリちゃんアイドルでもありましたね。まあ一体ね誰だろうな。うん、さあこの場面はね、ねフェニックス仮面がこんなこと言ってましたね。私はハートコーディネーターフェニックス仮面とか言ってってね。あとね、確かね、メルティックスターとね、ね、車の、メルティックスターが、ね、捕まった、いや、フェニックス仮面を捕まえようとした時にね、なんかね、あれが爆発してね、まあ、最後はね、で、なんか言っとったのはフェニックス仮面がね、うん、セーフティーなんとか、フェニックス仮面とか、言ってましたからね。うん、そしてねディンクマリーとねティータイムしとる時にね、うん、そしてこんなことを言ってました。ティータイムゲストフェニックス仮面とか言ってましたもんでね、なんだそんなことも言っとるんかね。まあまあ、他にもそんなこと言うかな。セクシーエロ仮面フェニックス仮面とかね、ね、露出が高い人フェニックス仮面とかね、うん、まあ世界一美しい女フェニックス仮面とか言うだろうな。そんなこと言うだろうな。それでね、パーフェクトアイドルフェニックス仮面とか絶対言うよな。なんかな。まあ、あいつがね、あ、まあ、いや、あの人がね、ね、エコヒーキとか、するんかな。まあ、エコヒーキしんかな。うん。まあ、わかんない。まあ、あの人がエコひいきはしないだろう。しないけどもね、フェニックス仮面になったら絶対エコひいきとか、いや、エコひいきはいかんことだね。自慢ばっか しとるだろうな。うん。まあ、確かにな、フェニックス仮面誰だろうな。うん。皆さん、フェニックス仮面どう思いますかね。なんか、これ、なんか、露出が高いかな。まあ、あれがね、まあ、いたずらしないんだけどもね、まあ、こんなことしちゃうなんてな。まあ、本当にね、私も驚きましたよ。本当にね。さあ、次はね、ちょっとフェニックス仮面の、コーデ見ていきましょうかね。うん。まあ、これ、アイラがこんなもんは着ないと思うよ。うん。しかも、なんか、見覚えがあるね。70年代の、タツノコプロにやっとった、ヒーローのヒロインが
が着とるやつになんか似てる。アンチュはミニスカートは多分着ないだろうね。まあ確かによう言うとね、アンジュそんな衣装は着とるところ見たことないもんな。まあとりあえず頭がちょっとね、あいつに似とるもんな。まあ、アンジュに似とるもんな。まあわかんないけどさ、ちょっとフェニックス仮面はね、アンジュだとね思ってないからね、とりあえずね。まああの人がこんななね、太ももを出してる衣装はあんま見たことないもんな。アニメでは、まあ、そう出とらんもんな。まあ確かに言うとね、まあ第一シーズンの最初の頃はね、まあメガネ、黒いサングラスと、ね、帽子でね、変装しとったもんな、アンジュね。確かに言うとね。まあ、ね、ちょっとこれはね、正体隠しとったもんな。まあね、そんなハレンチな服着てないもんな。まあ確かに言うとこういうのはアンチュは着ないだろうな。まあ私もそう思うよね。まあ確かにね、まあアンチュは帽子とサングラスつけとるのはね、紫外線に守るためにつけとるのもそうだし、さバレないようにしとるからね。まあそうだもんな。アンジュの島の時でね、最後らへんでね、アイラがそう言っとったもんな。まあ誰だろうな、フェニックス仮面ね。そういえばね、まあ次、こんなフェニックス仮面こんなことをしとったぞ。キラジクをね、完全に赤く染めてね、まあ完全に炎みたいなもんになっとるもんでね、これはちょっとキラジクじゃないだろうな。うわー、何やっとんだよあいつな。フェニックス仮面の中の人めな。しかもさ、プリズムストーンとディアクランがなんとね、フェニックスをフェニックスみたいなの柄になっちゃったもんでね。フェニックスになっちゃったけどね、まあこんな風になっちゃったよな、プリズムストーンとディアクラウンね。まあちょっとみんなもびっくりしたわな。派手すぎるな。そうアイラさんさ、ディアクラウンがプリズムストーンに隣に立ったことをご存知でしょうかね。ご存知ですよ。まあディアクランはね、マリアちゃんとね、確かスズちゃんのアイドルがおってね、しかも店長がね、可愛らしい店長だもんね。確かね、なるちゃんだったよね。そうその通り。まあなるちゃんとっても可愛いもんでね。そうだね、アイラさんさ、ちょっとね、ダイヤのことも知ってるよな。もちろん知ってますわ。アンジュにも聞いたしね。確かね、ジュエルリューコーデのね、ダイヤモンドコーデのやつでね、確かね、バーチャルプリちゃんアイドルだったらしいんだもんね。その通りだよね。アイラさんも分かっているか。ええ、そうだよ。すべてアンジュから聞いたからね。
あ、そうそう、あの激辛赤きクレープでね、まあね、このクレープ激辛らしくてね、本当に美味しいのかな。いやー、ちょっと美味しいとは思えんな。ねえ、うん、まあまさかね、あいつもね、あの激辛料理とか好きなのかな。ねえ、うん、まあね、あのあいつさ、ちょっとね、激辛な料理とか食べる？食べないわね。いや、食べるかな。私も、もうね、アンチの激辛料理食べたことと食べるところ見てないもんでね、そこはわからないの。ねえ、うん、まあ多分好きだと思うよ、アンジュもね。うん、さあ、もうそうそうね、僕ね、フェニックス仮面を言いたいと思います。もうそうそうね、うん、まあちょっと迷惑かけとるもんでね、ちょっと言いたいと思います。じゃあ言って言うよ、フェニックス仮面のことは。こんなことを言います。さあ、もうお前が来たらな、もうアイラをね、呼ぶわ。まあこんなことをしとる人を迷惑しやがってよ。まあそんなことをしやがってな、まあちょっとね、アイラを呼ぶしかないわな。まあちょっとね、アイラ呼んでな、こいつちょっとどうにかしてって言いたいわな。まあフェニックス仮面が来たらアイラを呼ぼう。そんじゃあ、アイラさん、どうでしたかね、僕のね、フェニックス仮面のことを言ってみたんですがね、アイラさん、どうでしたかね。うん、まあ私もね、フェニックス仮面が来たらね、私を呼んでいただけばいいと思います。まあ喜んでいきます。まあフェニックス仮面もあの人しか思いつかんもん。まあ頭見てね、まああの人だと思うもんでね、まあ私が来ればね、多分ね、気づくと思うからね。うん、まあフェニックス仮面が来てね、私を呼んだらね、喜んできますわね。というわけでね、フェニックス仮面を行ってみたの動画はいかがでしょうかね。うん、まあ今回はね、フェニックス仮面のね、正体はね、ちょっとね、言わんかったんだけどもね、うん、ちょっとまあね、まあ名前が一部出たもんでね、まあそこだけは言って、まあね、また多分ちょっとフェニックス仮面じゃのことを入ってないと思うもんでね、まあね、名前を言っちゃったけれどもね、そこはフェニックス仮面んっていうところにしましたね。うん、ちょっとネタバレになっちゃうといかんからさ。うん、まあそうだもんな、アイラさん。そうだね。まあね、フェニックス仮面は本当誰だろうな。うん、まあだけどもね、うん、ちょっとね、僕実はというとね、フェニックス仮面ね、正体分かってますかね。うん、まあちょっとね、僕はネタバレしないようにさ、ちょっとね、まあ正体は塞いでいましたからね。うん、まあそうだな、ね、アイラさんさ、フェニックス仮面見てどうなったんですかね。うん、確かに懐かしのヒーロー、
の格好もしとったりしさ、まあちょっとね美しいところもあったもんでね、まあフェニックス仮面が現れたら私を呼んでください。あ、わかった、ね、もしよければね、チャンネル登録や高評価コメントなどお願いします。コメントにはね、あのフェニックス仮面、あ、そうそう、フェニックス仮面の正体はね、あのこれはかい、まあちょっと今のところね塞いでいただきたいと思います。あ、そうだ、フェニックス仮面の正体でね、ちょっと手がかりになるんだけどね、このジュエル持っとるやつが多分、フェニックス仮面の正体だと思います。ちょっとこれはね、ちょっとね控えたネタバレになると思いますからね、まあだけどもコメントにはね、フェニックス仮面の正体は書かないでくださいね。正体明かしたら書いてもいいけどね、まあフェニックス仮面かっこいいなとか美しいなでもいいのでね、ぜひね、あのコメントに書いてください。あとね、僕ね軽度の知的障害もっともんでね、あのそこだけはご理解お願いしたいと思います。あとね、あのね、楽天ブログでねバトのブログも書いていますもんね、見たい方はぜひ見ていただきたいと思います。あとね、新しい動画見たい人はチャンネル登録をおすすめします。まあそうだな、あ、アイラさん、さ、あのね、ちょっとね、言いたいんだけどね、あの人のさ、ね、ね、ジュエルコーデどう？あの、希望のホワイトジュエルを着た、あの人、どうかな？とても美しいわね。まあ、アンジュは、プレシャスミューズだもんでね、とても似合うわ。まあそうだよな、ちょっとねえ、ちょっと見ていきまし、あったまあアイラさんちょっと顔を隠しとるけどね、まあアイラさんもちょっと、まあ、フェニックス仮面の正体分かっているけどね、これがね、あの人が着る、ね、希望のホワイトジュエルコーデなんですけどね、とても美しいよね。美しいわ。お、いいね、アイラさんも分かってるな、まあそうだな、あ、そうだ、アイラさん、まあ以上をもちましてね、あのバターのね、あのゲストの日を迎えしたアイラさんと一緒にね、あのフェニックス仮面を行ってみた動画でした。じゃあね、あの次の動画でお会いしましょう。バターとアイラでした。じゃあ またね。じゃあバイバイね。ちょっとね、これね、ね、写真で撮ったやつなんですがね、ね、ちょっとおまけだもんでね。まあ、終了画面はない代わりにさ、これちょっとね、語っていきたいと思います。ちょっとね、フェニックス仮面のさ、ね、仮面に被っとる目がね、なんとね、あの人の目でした。もんでね、ちょっとね、名前はね、ちょっと言えないけどね、アイラさん、ちょっとね、この目誰か見覚えあるでしょうね。ええー、もちろんね、あの人だもん思うんだけどね、まあピーだな、まあ確かにな、ちょっとピーってつけたけどね、名前を防げたためにそうしましたけどね、まあね、フェニックス仮面誰かはね、来週のプリちゃんかさ、来週のプリちゃんで正体がつにわかると思います。
まあ、今後のプリちゃんをお楽しみにしてください。じゃあね、また会おう。バイバーイ。バイバイねー。